向井忠勝寛永18年10月14日は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、旗本。向井正綱の子。官位は、左この絵正軍。妻は、長谷川長綱の娘で、5歳と合わせて11男7女に恵まれた。畑丸の絵図。上りに描かれた、無の字は、向井の頭文字で、向井正言の旗印。天正10年。 徳川水軍の将で五千種奉行であった、向井正綱の子として誕生。慶長六年、徳川秀忠の下で、父、正綱とは別に、相模、和佐国内に五百国を配慮し、お召船奉行として、下宇佐国葛飾軍堀江に陣屋を置いたことが記録されている。大阪冬の陣では、久喜森高、前賀信地下、小浜三宝と共に、 水軍の将として出陣。下福島村付近から出兵し、野田、福島の戦いでは、王の春種らの豊富水軍と小競り合いを繰り返し、その後も、木津川付近にて、豊富軍に対し終始優位に立ち、大阪湾の政界権を抑える活躍を見せた。その功により、慶長20年500国を加造され、元那3年に2000国を加造され3000国となり、父の死後は、 父の医療を継ぎ合わせて五千国、寛永二年には、相模、数佐の両国で合わせて六千国となり、大臣の旗本として封ぜられた。忠勝は、江戸幕府二大将軍、秀忠の信頼は厚く、船の移動の際には必ず、忠勝を随行させている。また、造船技術は父譲りであり、寛永九年には三大将軍、徳川家光の命により、 江戸幕府の史上最大の畑タ船である、巨座船、ア丸を建造している。特筆すべきは、向井正綱、忠勝府市は、徳川家康が国際貿易港として開港した、浦賀港におけるスペイン貿易に携わり、浦賀貿易を統括し、浦賀を出港するスペイン商船の都会主任城を仲介していたことである。 またダテ・マサが、長谷倉ク長を欧州に派遣した際に使用された船、サン・ファン、バウティスタ号の建造の際には、抗議大工やゴウち氏を派遣し、出港の際には、公開安全の祈祷札を届けさせている。忠勝は、官営18年に死去し、上野官営寺の新本学院に埋葬されたが、後に、向井証言西洋によって、江東区深川の洋学寺に移送されている。 忠勝の死後、家徳は、次男、自家衆が継いだが、その理由は、長子、向井正都氏が、父の関係を小無高の山に沉居となっていたためで、ある。しかし、自家衆は、幼少の子を残して没したため、自家衆の後は、弟の逸を、向井正方が継承した。証言をこうしたのは、忠勝が最初であり、以後、十一代にわたり、 江戸幕府滅亡まで証言を世襲している。右下にあるのが、向井忠勝の屋敷。関線が係留されたり、屋敷内と水路がつながると、水軍の屋敷にふさわしい造りになっている。忠勝の本邸は最地である、相模国民浦軍の三崎宝蔵山である。江戸の宿館は、楓川と日本橋川が合流する東詰めにあり、船入りと水路を備えた角地にあり、 その東に隣接して、江門寺カ州の屋敷が置かれていた。ただ勝の江戸下屋敷は、新堀の中央区日本橋箱崎町で、証言番所は、霊岩島八丁堀であり、この東側に、千種組屋敷が置かれ、江戸城を守護する機能を果たしていた。亀島川沿いの歌詞は、証言河岸のある地名で、明治時代末期まで正式な地名となっていた。鈴木 武田水軍向井氏について、進出、聖は現時向き形図の紹介、神奈川地域史、研究16号、1998年。鈴木かほる、徳川家康のスペイン外交、向井証言と三浦安人、新人物往来者2010年102ページ。鈴木かほる、資料が語る向井水軍とその周辺新庁社図書、編集室、2014年328ページ。 鈴木カホル、資料が語る向井水軍とその周辺新庁舎図書、編集室、2014年71ページ。ありがとうございます。